それでは今度はですね、規定の変換行列の導出に進みたいと思います。で、まず、今考えているベクトル空間が、U と V だったわけですけれども、先にその U における規定の変換というのを考えます。ここではその U においてですね、最初与えられた U1 から UN という規定からですね、をこれ今度 U1' から UN' という新しい規定を使ってこうベクトルを表すことになるんですけれども、ここでまずそのベクトル空間 U のあるベクトル X というのを取ってきます。そうしますと、まず U1 から UN の規定を使って表した時のこの X のですね、U1 から UN の線形結合というのはこんなふうに C1 から CN という係数を使って表されているものとしましょう。でこの式をこの U1 から UN のベクトルとですをこう横に並べてですね、それから C1 から CN っていうのを縦に並べたベクトルを右側からかける形でこの線形結合を表すことができます。ということでちょっと見といてください。で、今度はこの X をですね、この新しい規定 U1' から UN' でも表してみようと。そうするとその時の線形結合の係数はC1' から CN' というふうに書いておるわけですね。でそれもやはりこの規定を横に並べた行列とそれから係数を縦に並べたベクトルの積で表すことができます。そうしますと同じ X ベクトル X をですね、このように2つの異なるやり方で表現できると思いますが、これからやるのはこの表現においてこの係数を並べたベクトル C1 から CN っていうのと C1' から CN' というのはどういう関係にあるかっていうのをこれから見ていきます。でしょうか。で、まずその規定の変換行列を規定の変換行列を出しますので、そのためには何をやるかというと、その線形写像の表現行列を出した時のように新しい規定ですね、この U1' から UN' っていうのをこの古い規定 U1 から UN の線形結合で表しています。そうしますと例えば U1' っていうのがこの U1 から UN の線形結合で表すことができまして、で、係数のこの P の11とか P の21ってこのインデックスの付け方がちょっとポイントなんですけれども、こういう形で表されるとしましょう。で実はこれをですね、こうまとめた形で表すとこの下の式のようになります。U1' から UN' の新しい規定を並べた行列を左辺に作りますと、これが U1 から UN という古い規定を並べた、これ行列ですね、行列を作って、それに行列 P を右からかけるということで、この関係式を一つの式で表すことができます。でこの時の P の成分っていうのが実はここに出てくるその P の11とか P の12とかですね、これがそのこの P という行列の成分になるということに注意してください。でちょっとこの表し方、具体的な表し方がちょっとまだよくわからないよっていう人は規定の変換行列の時にも同じようなことをやりましたので、もう一度復習してみましょう。後で復習してみてください。でとりあえずこういう関係で表すということにします。でそうしますと先ほどのスライドで U のベクトル X をですね、一つはその規定 U1 から UN を使って表すと、こういう形で表すことができましたと。で、もう一つ新しい規定 U1' から UN' で、を使って表すと、こういうふうに表すことができましたということになるんですけれども、実は、今の規定の変換行列を作った時のことを思い出すと、この U1 から U1' から UN' を並べた行列っていうのは、さっきの一つ前のスライドにあったようにこの U1 から UN を並べて作った行列に右から P をかけたものに等しくなると。だからこの部分ですね、この U1' から UN' という部分をこれでこの下の吹き出しの部分で置き換えることができるっていうわけですね。でそうするとここを置き換えますとこんなふうになると。でその時に右からかかっているベクトルはこちらは左辺の方は C1 から CN からなるベクトルで、でこっちは C1' から CN' からなるベクトルなわけですね。で、左側のこの行列はどちらもこれ U1 から UN を並べた行列で等しいということですから、でこれが両辺等しいということは結局この右のやつですね、
左辺は C1 から Cn っていうベクトル、それから右辺は行列 P に C1' から Cn' をかけたベクトル、これが等しくなるということを表しています。そうしますと、こうして見てみますと、実はその新しい規定によるこの表示っていうのはこの C1' から Cn' なんですけれども、これに先ほどの変換行列 P をかけたものが古い規定での線形結合の表示に置き換わるということを表しています。ですので、この辺がちょっと線形写像の場合とその置き換えの仕方が逆なんですけれども、線形写像の場合はその写される前のベクトル空間のその係数ですね、このベクトルを写された後のベクトル空間のベクトルに直すという、そういう行列の計算だったんですが、この規定の変換においては新しい規定のその同じベクトルを表すですね、新しい規定の線形結合の係数から古い規定の線形結合の係数を導くという形で表すことができます。ということに注意してください。で、今度は線形写像で写された方ですね、 V の規定の変換も同じようにやります。古い規定を V1 から Vn と Vm ですね、といて、で新しい規定を V1' から Vm' と置くと。で、今度はその V の あるベクトル y をですね、この V1 から Vm の線形結合、古い規定、これは線形、古い規定の線形結合でこう表すと。で、一方で同じベクトルを新しい規定の線形結合で表すと。で、これ両者同じベクトルですから、これを統合で結ぶことができて、まずこういう関係を見てが成り立つことを確認しておきます。で、この時にこの、古いベクトルに関するこの係数ですね、 D1 から Dm っていうベクトルと新しい規定に関する係数 D1' から Dm' の関係を見るということにしましょう。そうしますと、この場合も同じようにですね、新しい規定 V1' から Vm' をその古い規定 V1 から Vm を使ったの線形結合で表して、でその関係からこのような形でこの規定の変換行列 Q というのが導かれます。いいでしょうか。でそれをもとに先ほどの Y っていうベクトルをもう一度その新しい規定と古い規定の線形結合で表しますと、ここの部分ですね、新しい規定で表したこの新しい規定っていうのがこの古い規定に行列 Q を右からかけたもので置き換えることができます。で、これ両辺等しくて、しかも左側からかかってるこの V1 から Vm っていう行列も等しいですから、残りのこの係数の部分ですね、この D1 から Dn っていうのが実は D1' から Dn' っていうベクトルに左側から Q をかけたものに等しくなるということになります。で、以上でですね、その規定の変換に関して、その規定の変換行列と、それからこのですね、線形結合のその係数がどのようにこう移るかっていうのを書きましたので、これ先ほどやりましたこの F の表現行列を用いた表示っていうのがありました。こちらはその古い規定に関するその F の表現行列ですね、 A っていうのが、それから B っていうのはこの新しい規定ダッシュで表された新しい規定に関するその F の表現行列なんですけれども、これらにその今導いたその規定の変換の関係式、この下の2つの式はちょうど今のまでの何枚かのスライドで導いたんですが、これを代入していきましょうということを考えます。で、まず持ってきたのはこの古い規定ですね、古い規定、ベクトル空間 U から V の古い規定を使ったその A の表現行列に関する関係式なんですけれども、ここにその C1 から Cn っていうベクトル、これはベクトル空間 U の古い規定ですね、に関する係数、それから D1 から Dm っていうのはそのベクトル空間 V の古い規定ダッシュがついてない規定に関する係数なわけです。で、これを先ほど説明した
それぞれのこの規定の変換を使った関係式で置き換えます。例えば C1C から Cn のこのベクトルっていうのは新しい規定に関する係数 C1' から C2' に P をかけたもので等しいですから置き換えると。でこちら、D1 から Dn も同様ですね。これは新しい規定に関する係数 D1' から Dn' をに Q をかけたもので置き換えると。そうすると、こちらの右側のような形の式になります。これは単純に置き換えやってますから、こうなるというのは分かると思いますが、ここまでできたと。で、右辺はこの C1' から Cn' のベクトルに AP っていう行列の積をかけたもので、で、左辺はこの D1' から Dm' に Q をかけたものなんですが、ここでもう一回置き換えをやるんですね。この D1' から Dm' っていうのは、実はこの線形写像のその表現行列 B を使うと、C1' から Cn' に B をかけたものというふうにこれを B で写したっていうものになりますから、もう一回置き換えを行います。でそうしますと、こんなふうにですね、その関係式等式が得られます。で、こうして見てみますと、一番右側のベクトルはどちらもその C1' から Cn' のベクトルになっていて、これは写された空間 V のベクトルを新しい規定ですね、 V1' から Vn' という新しい規定で表した時の線形結論の係数なんですが、この右辺の一番右側のベクトルが両方等しいですから、ということはこの左からかかっている行列 QB とそれから AP っていうのも等しいというのがここから得られます。でここで初めてその教科書に載っているこの QB イコール AP という等式が得られました。でさらに Q はその規定の変換行列ですから正則なので、Q の客行列を両辺に左からかけると、まあ、B が Q インバース AP とこういう形で表すことができます。で最後にこの QB イコール AP っていうのはその実際線形写像の F と対応してどういう意味を持つのかっていうのを表したのがこの図です。で QB イコール AP なんですけれども、出発点はですねここなんですね。写される前のもう一回復習すると、今考えているのはベクトル空間 U と V というのがあって、で U から V の間に線形写像 F というのがありますと。で、U にはその2通りの規定があってですね、一つはその U' のついてない規定、もう一つは' のついた規定で、 V にも2通りの規定があって、一つはその' がついてない規定で、もう一つは' がついた規定というわけですね。で、今回の出発点はこの、ベクトル空間 U のその' がついた規定に関するここですね、係数 C1' から Cn', ここが出発点です。で、まず左辺の QB ですね、左辺の QB って何を意味するかっていうと、この U のベクトルで、この新しい' のついた規定で表されたベクトルの表記で、まず F でこのベクトルを移しますと。で、そうしますと、ここに行きますよね。この C1 から Cn というベクトルに左から B をかけると、まあ、ここに来ると。で、今度はそれを Q という規定の変換を使って、このダッシュをついていない規定に関する係数として表すと。そういうことを意味しています。ですので、QB っていうのは結局、この左下の成分を B で移して、で、今度は規定の変換で Q で移したと。そういう結果を表します。で今度は右辺の AP に関してはどういうふうなことをやってるかっていうと、やっぱり出発点はここなんですね。 C1' から Cn' なんですけど、まずこれを U の規定の変換でこの' の実際の規定に関する表示に移したと。それに行列 P をかけるわけですね。行列 P でまず上の規定に関する表示に直して、それから F で線形写像 F でこちら V に移したと。そうするとその時の表示っていうのはダッシュのついてない規定に関する線形結合の表示になるということですね。ですので、それぞれのベクトル空間の規定の変換と、それからそれぞれのベクトル空間の規定に関する
線形写像の表現行列に合わせて、まあ、どういうルートを通るかっていうので、2通りのルートで通るのが実は同じ結果をもたらすということをこのですね、式から分かるというわけです。というのが一応この、今回のその線形写像における規定の変換とそれから表現行列の関係のまとめとなります。ということで、まあ、ここから先はですね実際にちょっと例題を見ながら説明していきたいと思います。